王金平は、中華民国の政治家、前立法院長、日本統治下の台湾高尾州生まれ、台湾師範大学理学院数学系を卒業後、実家の食品工場で働く。1975年、高尾県工業会理事長の時に、中国国民党から立法委員選挙に立候補して当選し、政界入りした。1993年から2期6年間、 立法院副委員長を務めた後、1999年から立法院長を務めている。李陶輝元総統に近く、国民党内、本土派の代表的人物とも言われ、台湾独立も選択肢の一つと発言したことがある。2000年総統選で、国民党が敗北した後は、党副主席に就任。2005年3月、連戦党主席引退を受けて、党主席選に立候補したが、 対抗馬の馬英九の前に惨敗した、激しい選挙戦を経たため、馬英九の党副主席就任要請を断り、さらに2008年総統選の副総統候補出馬要請も断った。2006年の一時期は、陳水編総統がスキャンダルで辞任した場合、両修練副総統が総統に昇格し、王金平が副総統になる可能性が取り沙汰された。2008年7月、 ヘリテージ財団の招きで、ニューヨーク、首都ワシントンを訪問、強固な同盟の新たな始まりとのテーマで講演し、アメリカ当局と台湾向け武器供与問題について協議した。2008年12月、ダライラマ法体を中華人民共和国への配慮から拒否した、バエ Q 総統に対し、ダライラマの法体を歓迎する立場から、馬総統に再検討を要望した。2013年2月、 韓国での、僕ク,クネ大統領の就任式に、馬相当の名代として出席した。2013年6月に、民進党立法委員の会計事件に関して、検察側の上訴断念を違法に働きかけた、疑いがあるとして9月11日に、中国国民党により投石抹消処分を受けた。だが、台北地方裁判所が、王の地位保全を求める仮処分申請を認めた、ことにより、 王の国民党籍は当面保留される。2014年3月に中大サービス貿易協定に反対する学生たちが立法院を選挙した際には、立法院内の問題としてバイエ級政権の関与を排除し、自らの主導で与野党間の協議を行う意向を見せている。4月6日、王近平は学生側が制定を求めていた立法院などの監視機能を定めた。 法令案が法制化されるまでサービス貿易協定の審議を行わないと表明するとともに学生側に議場から撤退するよう呼びかけた。この提案を受けて学生側はこの段階での任務を達成したとして4月10日に立法院から退去することを発表した。2016年1月31日立法院長退任1992年に 超党派の対日議連を結成している。2007年6月21日に訪日し、日華議員懇談会会長の平沼武夫と会談した。北京オリンピックの開幕式前日の2008年8月7日、中国の強い反対の中で訪日し、自民党幹事長の麻生太郎と会談。奈良県で開催されたアジア、太平洋国会議員連合総会に出席した。中川昭一。 小池由里子ら十数名の国会議員、衆参両院議長、大臣レベルの閣僚を表敬訪問した。この訪日は、尖閣諸島沖での台湾漁船沈没事件から間もない時だったため、対日両国の疑念を払拭し、お互いの誤解を解き、両国関係を強化することで、お互い利益が得られるようにするためと訪日目的を説明した。年月中旬にも訪日し、 平沼竹を日下議員懇談会会長と会談。非公式の日米大安全保障隊は戦略隊は東京ラウンドで安定発展に向かう対日協力関係をテーマに講演し、対日特別パートナーシップを提唱。安倍晋三とも面会した。2011年5月中旬には約300人の観光訪問団を伴い訪日。北海道を訪問し、 東日本大震災後に台湾からの観光客が激減していた同地の観光産業への支援を約束した。2016年5月6日、立法院に新たに設立された超党派の議員連盟である対日交流連予市見会の名誉会長に就任。ありがとうございます。